広瀬さんにもリニューアルしていただけると伺ってるんですが。はい、はい、そうですもう緊張してますね広瀬さん。ちょっとね、こうなったことだけが本当に反省してるんですけど。広瀬さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。こんにちは、すずです。よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、お衣装が専用の豆にこだわっているカフェラテ、はい、キャラメルラテのイメージにも近いエスプレッソブラウン色ですね。そうですね、ちょっとこう意識して合わせてみました。はい、はい、大人の雰囲気を感じられるお衣装だなと思うんですが、カフェラテのこだわり部分も表現していただきまして、さすが広瀬さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそんな素敵なお衣装ですが、広瀬さん、今回の大リニューアルに合わせて広瀬さんにもリニューアルしていただけると伺ってるんですが。はい、はい、そうですリニューアルしてみたいなと思います。はい、力強いですね、はい、さあ楽しみになってまいりましたが、それではメディアの皆様、広瀬さんもこの場でリニューアル姿をご披露くださるということですので、お見逃し撮影をし忘れないようご注意ください。なお恐れ入りますが、冒頭でもPR スタッフからご案内ありましたように、スチールの皆様後ほどご撮影時間お取りいたしますので、ここはムービー様にご協力のほどよろしくお願いいたします皆さん笑ってるんですけどとね、広瀬さんおっしゃってますが、いえいえ、もうすっごい楽しみですよ。はい、もう緊張してますね広瀬さん。ちょっとあんまり引っ張らない方がいいですね、今日一番のお仕事。さあそしてフラッシュ撮影はここのお時間ご遠慮ください。では息を整えていただきまして、広瀬さん、エスプレッソの色の衣装からミルクホワイトの衣装に生まれ変わるその瞬間、大リニューアルする姿をご覧いただきましょう。すごい、もう一瞬で生まれ変わりました広瀬さん大興奮さあ、皆さんにご撮影いただきましたけれども、いかがでしょうか。じゃあスチールの皆様ね、このお時間が取るお時間となりますので、はい、ちょっとポーズ取るとかしていただいて、笑いが止まらなくなってらっしゃいますね。いやでも完璧でしたね、もうあっという間すぎて、そして広瀬さんの表情が可愛い、もうその瞬間にもうたまらなく素敵な笑顔もいただきました。いかがでしょうか。後ほどフォトセッションもございますので、プレスの皆様、ご撮影のお時間はここまでとさせていただきたいと思います。ではマイクお持ちいただきまして、お仕事終わりました。終わりました、また一安心です。でもすっごい拍手来てましたよ広瀬さん。本当ですね、もう始まる前から皆さんがすごい笑顔でしたなかなかないですよね、こんなにないですよ。登壇した瞬間に広瀬さんがこれだけ緊張してるという緊張ね、なんかどうなるのかなって、こうしたらいいなと思ってたので、本当スタッフさんに感謝です。バッチリタイミングも合ってましたが、こう豆の焙煎度合いを微妙に調整してブレンドして、牛乳の自然な甘みを引き出すバランスを追求したということで、エスプレッソブラウンの色合いからミルクのような白になられました。こう先ほどとイメージもガラッと変わられました。ガラリと、はい、ちょっとね、こうなったことだけが本当に反省してるんですけど